北朝鮮帰国者の命と人権を守る会の山田でございます。今日この場でこんなお話をさせていただく機会をいただきまして本当にありがとうございます。時間は限られておりますので、私の申し上げたい中心の部分だけを申し上げさせていただき、いくつかの資料をコピーしてお渡しできたかと思います。ただ十分な数コピーできなかったのでお手元にない方もあるかと思いますが、その点をお許しいただきたいと思います。私どものこの団体というのは1992年に作られたものでありまして、その創設者のお一人は萩原良先生であります。で、北朝鮮帰国者、要するに、日本にいらした在日韓国朝鮮人の人たちが北朝鮮を祖国として帰りたいというふうなことがあったというようなことで進められた北朝鮮への帰還事業であります。これで北に渡った人たちが実際にはとんでもない、悲惨な状況にあるということが分かってきた、その問題に取り組もうとしてできた団体でございます。で、そういう取り組みの中から脱北者の救出等にも取り組んでまいりました。ここにお見えの後でお話しくださる斉藤博子さんも日本人妻として北朝鮮に家族と共に渡り、そして脱出してきた、そのお一人であります。で、この帰国運動に取り組む、帰国運動の新被害者と被害者の問題に取り組む私たちとこの拉致問題どう関わるのかというところなんですが、私たちはあの帰国事業自体がですね、北朝鮮は地上の楽園だといった虚偽の情報提供に基づいて欺いて連れ去ることになった誘拐犯罪であると考えております。で、そしてその中にはですね、途中、いや帰るのをやめるよ、帰れないと言った人には力ずくで船に乗せて帰国船の一室に閉じ込めて返していったということを当時この運動に携わった人自身が語っております。拉致も中には明確にあった、そういう性格のものでありまして、その点でも後の拉致問題と同一の範疇で考えるべきものだと思っております。で、それ以上に問題となりますのは、実はあの帰国事業によって9万3000人の人が北に渡った、この人たちが人質となってですね、その日本の家族親族の方があなたたちの北にいる家族、この人たちの身の安全を図るには自分に協力しろ言って迫っていく人物たちがいた。これが北の工作員であります。北から日本に上陸した工作員、日本の内部の状況なんて分かりません。どこに身を隠すのか、あるいは何かをやろうとしたときにどうやってやるか、これには協力者がいるわけです。彼らは日本に入って身を隠す場所を援護土台と呼んでいるんですね。援護っていうのは援護射撃の援護なんですね。援護土台、そして実際に工作活動を行う場合に協力させる必要がある、このための人物を事業土台と呼んでおります。これは工作を実際に協力して動かすパートナー、およびもう一つは財政的に支援させる目的、お金を出させるということです。これが事業土台であります。こういうものを構築して国内にネットワークを巡らしていき行動していったのであります。で、その具体的な点を時間の許すところで、説明させていただきますが、まず拉致被害者大住健三さんという方がいらっしゃいます。これに協力したのが、仮に KS と呼んでおります。で、これはですね、北朝鮮に帰国していた両親と兄弟のことを使いまして工作員が接近し自分に協力しろと迫っていくわけであります。1977年に拉致されていく久米豊さん、これは政府認定の被害者でもありますよね。この人の時には在日2世の男にですね、北に帰った人工作員がやってきまして、あなたの妹さんから写真とテープを預かっていると伝えて呼び出すのです。そして妹さんの写真を見せ、妹さんの声を録音したテープを聞かせて、私たちに協力しないと妹さんのためにならないよと脅して協力させていき、
拉致工作に使っているのであります。シンガンスという男、お名前をお聞きになったことがいらっしゃると思います。たくさんいらっしゃると思います。韓国に渡り、原忠明さんを語ったパスポートで入国して工作しようとしたときに韓国で捕まった男です。これが韓国の司法法院、韓国の裁判所でですね、裁判を受ける。この時の判決にはですね、このシンガンスがどう行動したか極めて詳しく具体的に出てきております。この男は日本に初めてというか、元日本にいたことのある人間でありますが、北に戻ってから日本に工作に入ったとき、まず大阪の生野区にいたある女性の家へ行くのであります。この女性の息子は1961年1月に北へ帰国していたわけです。この息子さんが書いた手紙と写真を見せまして、私に協力しなさいと迫るわけで、この家の2階をアジトにする。それから長野県へ行きまして、ここでは在日朝鮮人の男性のところへ行き、彼の次男の手紙を見せて協力者にします。またこれはもう実名で申し上げていいと思います。ハクチュンソンさんという女性がいらしたわけでありますが、この方にですね、この方のお兄さんが北に帰っているんですが、この人のこのお兄さんのから紹介を受けてきたんだと迫って協力者にしようとして、ここを隠れ家に使った。それからまた原忠明さんを直接誘拐する、拉致するにあたっては、大阪商工会の幹部でありました男にですね、帰国した2人の息子さんの写真と手紙を見せて協力を迫る。さらにハモンジョンという男、これは奥さんの兄妹が北朝鮮に帰国している、それを使って協力者にする。さらには長野県に行き、ある男にですね、あなたの息子が北朝鮮のチョンジンの工場にいる、私に協力すれば息子をチョンジンから平常に移してやる、そのために献金をしなさい、それを拒否すれば息子の安全は保証できないよと迫って、この男から4000万円の資金を提供させるわけであります。また佐賀県に行って、そこでは民団系の人物にも接触してですね、そのおじさんが北にいるんですが、その写真を見せて協力を求める。ただシンガンスの証言でも、あるところでは帰国した親族の写真を見せながらも拒否されてしまったという事例もありますから、全員がですね、やむなく協力するというばかりではなく、筋を通して拒否した人もいるということも念頭に置いておいていただきたいと思います。まあ、そんなことをしていった。さらにはですね、お手元にお配りしたものが届いていらっしゃる方もあるかもしれません。こういう新聞記事、これは柴田康弘が日本に入国する、あ、すみません、これは淀号の乗っ取り犯です。で、北朝鮮に行って北の信奉者に変わっちゃうわけですね。そして日本で工作しようとして入ってくる。日本に来てから帰国事業で北へ行って、日本にいない人に成り代わってパスポートを取るということです。つまり拉致をするにも、淀号犯が海外へ、あるいは日本へ戻って工作するにも、この北朝鮮帰国事業の被害者が利用されていったという事実であります。で、こういう点でですね、北の帰国事業の被害者も、それがまた拉致問題で利用されたということになり、大きな事件になっていく。帰国事業がなければ、これだけ多くの人を日本から拉致するだけのネットワークを国内で作れなかったんだということをご理解いただきたいと思います。お時間がございますので、今日はこれまでとさせていただきます。どうもありがとうございました。日本人妻、斉藤博子と申します。私は1961年に帰国事業で北朝鮮に渡りました。その時、まあ総連の方たちが、そのうちの主人の家に何度か訪ねてきて、朝鮮に地上の楽園だ、行ってみないかっていうことを、初めはうちの主人と主人のお父さんは行くようになっておりましたけれども、だんだんと家に通ってるうちに、そのソ連の方がね、私が日本人だっていうことも分かって、
そこで初めて、ああ、日本人妻は3年したら変えられるよっていうことを聞きまして、それで主人は、だったらみんな家族で帰ったらどうだっていうことになりまして、で、1961年に家族みんなが全員が帰るようになりました。その時に、もうだいぶ前から、朝鮮に帰国する時にはこう新潟から出ましたんですけど、その新潟センターで家族帰る時に一人一人こう、その時は赤十字の方かそれの方かそれのそこのところはちょっと分かりませんけども、その時一人一人入って帰りますねって聞くっていうことを聞きましたので、それでああそうなんだと思っている時に、私の主人のお兄さんのお嫁さんも日本人なんです。それで姉さんと二人で私が行かないって言ったら、その時1歳半になる娘もいました。でその娘をもう主人は渡さないって言うし、もう自分はもう嫁に行ったからだったし、もう親と別れてもあれだけども、子供は今また小さいのに母親と別れたり父親と別れたりするのはどうかなと思って、まあ帰ろうかなっていうそういう気持ちになりまして、それでともかく、まあ、新潟センターまで行きました。で新潟センター行って、そこでもやっぱりちょっと考えてみたら、やっぱり日本から離れるのがちょっともうなんだかあれで、そしてお姉さんと相談して、姉さん3年したら帰られるっていうけれども、もうね3年がどうなるかわからんし、ともかく子供は自分が抱っこしてるんだから、もう一人一人入って聞くっていうから、その時に自分たち子供を抱っこしてるから行かないでおこうっていう約束をしたんですね。それで6月の12日に、私は福井県出身なんです。福井県のところ行って、そこでみんな集まって、63選、その時に一番帰る人が多かったんです。それで新潟行って、そこで明日明後日もう船に乗るっていう瞬間に家族みんなが集まって、そこで行きますね、その一言で終わっちゃったんです。だから自分はそこでもう入国もできない、もう帰るしかないんだなと思って、もう姉さんと二人でもう諦めて船に乗ることになりました。それで船に乗ってまあ行きました。当時もうチョンジンっていうところなんですけども、そこも何百メートル前からもう出迎えの人たちがたくさんおりましたけれども、その中の服装から何から見たら全然違うんです。もう本当に、いや本当にもう、なんていうかな、もう騙されてきたっていう、そのある印象もあるし、で、みんなその船が近づくによって、そこの代表か、まあ、偉い人か知らないけど、みんなデッキに出てくださいっていう命令があったの でみんなデッキに出て、で見たらもうすぐそばに見えるのが日本ではありえない姿なんです。もう5、6歳の男の子がね、上は着てるんですけども下は丸裸、それでもう靴が履いてるか履いてないかわからないような状態の子供たちが何人かおります。それをもう船のデッキの上でみんな見たわけなんです。それで、いやこれはもう本当に騙されてきたんだ、もうみんな降りないっていう方がね、その1300人の中で日本人妻が私の知ってる限りでは5、6人、うちのお姉さんと2人、その他に2、3人いましたけども、そこでもう本当にみんなで降りないって言って大騒ぎしてる時に、ともかく降りてくれと、降りてから解決するっていうことになって、それからそれで、さあ仕方ない、降りようかなと思ったら、スピーカーで、腕章をかけてない人には荷物を渡すなっていう、あれ、放送で流れたわけなんですね。それを聞いた途端、なおさらに、はあ、これは他の人にやったら、この荷物はみんな取られちゃうんだ。
そういう気持ちがだんだんと大きくなって、それでともかく降りないと仕方ない。で、降りました。降りたら大きい体育館が、体育館みたいなこのぐらいの部屋なんですね。で、そこで、入って、みんな隅っこ隅っこに家族が集まっている。外からは鍵をかけられて、もうそれ以上出られないような状態になって。で、私が日本に脱北したのは2001年なんです。2001年の8月に脱北して、もういろいろと本当に日本入ってみて、これは本当に日本だな、自分のふるさとに帰ったんだなっていう思いで、本当に、まあ私は朝鮮に渡ったのは20歳の時なんです。で、帰ってきた時はもう60歳超えてます。それで本当に、いや本当にこれで私は助かったんだなと思う瞬間に、また子供たちのことが心配で、本当にどうすることもできない。ともかく私が来る時は、福岡の人に連れられてきて、そこで3年間働いて、そこでお金を貯めて北朝鮮にまた戻ることができるよっていう話を聞いたんですね。それで戻ってきたんです。そしてした瞬間、もうテレビとかそんなのを見ると、本当にもうそれは帰るような状態でもない、もうここからは帰られないっていう、帰らないっていう、もうとにかくここでお金をあれしてもう送ることしかできない、そういうことになってる時に、私もスーパーで仕事をしました。その時に拉致被害者の方が日本に帰ってくるっていうことを聞きまして、そこで拉致被害者がいるんだっていうことを初めて分かったんです。もう朝鮮ではもうそのこと全然分かることできないんです。それでそれからだんだんと拉致問題とかいろいろしてる時に、初めて私が帰ってから3年ほどしてから民団の集会があった時に、まあ、ご紹介いただいた山田文明先生にお会いして、その時私も、この人は北朝鮮に親戚とか誰か家族がいらっしゃるんですかって聞いたら、いえいえ全然そういう人じゃない、もう本当にこの鎖国者を助ける、もうそういう人の人しかできない人。そこで私が思いついたのは、そういう人たちがいるのに、自分は北から戻ってきた日本人妻としてまだあっちにいらっしゃる日本人妻を助けなければいけない、もう一日でも早く山田先生と一緒にもう頑張ってみようと思って守る会というところに入りました。その時拉致被害者の方たちのことを聞いて、こんな人もたくさんいらっしゃるんだということをだんだん分かって、したのは本当にもう内容っていうのは裏表がひどいんです。皆さん騙されてはダメなんです。もう本当に私ももう行く初めからもう騙されていたような感じなんです。だから皆さんこれからも本当に騙されないようにお願いします。で、朝鮮の言葉で言うと、ハザクナモモータリリオッタっていう朝鮮語の言葉があるんです。もうそれはもう私が朝鮮に行ってからすぐそういう言葉を幹部の人たちから教えられ、もう国民の人たちにも教えられ、それはどういう言葉だって言ったら、本当にハザクナモータリリしようと思ったらできないことはない、だから朝鮮でもその言葉を信じてもう何かしようっていうことになってるんでしょうけども、その仕事の仕方が全然違いますから。それからしざきちょるば、それはまた日本語で言うと一歩、第一歩が始まり、それを超えたら何でもできる。だから皆様お願いします。その第一歩はもう踏み出してるんです。だからもうこれ以上下がらないで、どうにかしてでももう
事業者の方、それに本当にこれから弟子師匠さんの方たち、その人たち、また日本人妻はもう何人もおります。みんな高齢なんです。だからその人たちのためにも皆様のお力をいただきたいと思います。おはようございます。